今年5月、G7 広島サミットのメイン会場となり、各国の首脳たちをもてなした広島市南区のグランドプリンスホテル広島。今日午後5時前から近くにある保育園の年長の園児10人がクリスマスムードを盛り上げようとサンタクロースに扮し点灯式の手伝いに集まりました。G7 広島サミットの期間中は近くの保育園は休園となり、ホテルは園児たちに不便をかけた代わりに喜んでもらおうと園児を点灯式に呼びました。今年はハッピーホリデーをテーマに、日本のクリスマスツリーがロマンチックな夜を演出します。できるだけ我々としてもですね、この G7 の効果というものをですね、県民の皆様も含めてですね、忘れないようにですね、あえて G7 のモニュメントと各国の国旗をですね、背景にさせていただきました。ホテルにとっては各それぞれのイベントというのは非常にお客様も大変楽しみにされておりますので、そういったところで、G7 も絡めながらですね、我々としては今後やっていきたいというふうに思っております。グランドプリンスホテル広島のクリスマスイルミネーションは来月25日まで点灯しています。